一番、二番、三番。四番、五番、六番。スタートしました。インから一号艇の白井、センターから三号艇、四号艇、コースタートです。一週の一マーク、逃げるのは一号艇の白井、三号艇の寺田が。 握っていく差しは2号艇の原田敦さらには4番の吉村が差します先頭は1号艇の白井英二スタートは前提正常でした押し切った1号艇の白井英二3 2番手が注目です 1周の2マークは1号艇の白井がトップで回った後4号艇の吉村その両サイド切り込んだのが2号艇の原田外前は3号艇の寺田2番手は2号艇の原田が一歩リードを取ります3番手が3号艇の寺田目下の体型は1番2番3番ですが2番手3番手はまだほとんど差がありません2周1マーク1号艇の白井が回った後3号艇の寺田が握って回る内側から踏ん張るか2号艇の原田バックストレッチ2番手優勢は2号艇の原田ですが 並んでいます。3号艇の寺田2番手は2号艇3号艇さあここは大注目の2番手争いとなっています2周の2枠は2番手2号艇の原田に対しここも相当いきます3号艇の寺田翔受け止めて2番手は2号艇の原田が内側優勢ですが3号艇の寺田翔が虎視眈々でレースは最終周回です先頭は、 あっさりりと逃げ切りました1号艇の白井英二さあ2番手、2号艇の原田が回ってここも相当いきます3号艇の寺田このまくりも届いて2号艇、3号艇譲らない2番手争いは続いてラストターンマーク直線では3号艇寺田の方が一転身出ました。 1> 先頭は1号艇の白井英二が人気に応えてラストターンマーク2番手は抑えながら3号艇の寺田が回って2号艇の原田は引きみに入りました2番手は3号艇の寺田が取って上位体系1、3、2先頭1番輪、ゴールイン3番輪、ゴールイン2番輪、ゴールイン